ちょっとやっぱり今回いっぱいいはるじゃないですか、 AKB さん、 SK さん、 NMB だから、ちょっとでも振られないように可愛く頑張ろうと思います。もう怖いですよ、すでに。なんでこんなとこにいんねやろか。テーマパークでご飯食べたかったです、本当はね。こんなとこ連れてこられて、だって何を楽しむって言うんですか。見てくださいよ周り、明らかに危ない。方がいいですよね。あの笑顔もください。家庭笑顔家庭。で、神戸。大丈夫大丈夫。あの音ですか。泣きそうになってきて。大丈夫大丈夫。小谷美穂さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このカメラが主人公、まあ、彼ですね、はい、まだ付き合っていない彼で、彼と一緒にこう肝試しというか、はい、まあ、手紙が置いてあるんでここへ来たっていう。何？大きい音出すのやめてください。怖いです、私痛い、もう痛い、本当に涙出てきたんですけど、どうします？本当に涙出てきた。これもなんか誰がの仕業かな。まあちょっとなんか手紙やるんで読んどいきましょう。カット、カット。ごめんなさい。大丈夫ですか？ごめんなさい、ほんまに怖いんです、私。ちょっと深呼吸しとこ、怖かったな今のは。こんばんは。こんばんは。よーい。はい。何？絶対忘れ物なんかないやんな。なんかあるぞ、手紙。ドキドキしてますか？ありがとう。こんなよう見れんわ自分のやつ。はい、今 OK です。ありがとうございました。ありがとうございました。怖かったです、こういう場所では。大きい音出したらあかんって教わってるから、なんかめっちゃ不安になってきて怖かったです。本気でビビってる顔怖かったんですよ、ずっと。リーちゃん、かわいい。リーちゃん、リホとマーチュンでちょっとリーちゃん甘やかしたいっていうのがあるんですけれども、リーちゃんは何してもかわいい天使です。だからリーちゃんと付き合いたい。リホのこと選んでくれてありがとうございます。私ちょっとあんまり難しい人なんですけども、これからも応援よろしくお願いします。うん、もうムカつくからメールアド変えてほしいへん。自動車側を歩く。めっちゃ早く歩くです。知らんふりします。探ったりもしないです。私金魚すくい得意で、昔全部すくったことあるんですよ、金魚。だからリホがすくってあげるって言います。
ついてんでって言います。